はい皆さんこんこ今回は StudioOne の初心者が覚えておいた方がいいような便利な使い方を一気にまとめて解説したいと思います。まずは他の DAW よりも少し便利そうなコードトラックの使い方のチップスです。コードトラックを 入れる時には、今画面の上の方にこうやって選択範囲というのが示されている時仮に4小節分エリアを設定しているとしましたらここにコード名を入れようとする時にダブルクリックをするとこうやって4小節分の枠ができてしまいますこの選択範囲以外ではダブルクリックすると1小節ずつ書けるようになりますそして、 このところで作った箱は後から長さはいくらでもお尻を持って動かすと任意の長さに設定することができます例えば切り刻みたい時はこのような分割ツールに持ち替えて切っていくこともできますしショートカットキーではコントロールとシフトキーを押しながら持っていくとツールが他の矢印ツールであっても カットすることができますまたこのコードツールは入力していく時にもコツがありますまずダブルクリックしましたらこのように通常は1小節分のエリアができます先にエリアを作っておくこともできますし1回ずつダブルクリックをするとコードセレクターというのが出てきますのでこの中で変更していくこともできます 選択をして変更このようにコードを入力していけますこの時に画面下のスピーカーマークをチェックしておくと押すたびにコードを聞くことができます。またこの左のところが青く光っている時ここですねこれが光っている時は画面の右に「 キーボードをつないでありますけれどもこのキーボードでコードを入れることもできますこれはコードの勉強するときにもとっても役に立ちます特殊な配列のコードがあったときにこのように何というコードなのかがわからないとき 特殊なコードセレクターの左隅のところは入れていくコードをいちいち上のコードトラックで指定しなくても次へ次へというふうに送っていけます。 また、コードは移調することもできます。移調したい部分をこのように選択しておきます。右クリックして、コードをトランスポーズというのを選びますと、ここで、例えば3半音上げたいときは3、もしくは下げたいときはマイナスを入力します。そうすると、このように移調することができます。 コードトラックの使い方としましてはこのような事例があると思います今2トラック目に和音の C を入力してあります僕の動画では何度か紹介しましたようにこれは上の方で選択をしておいて D のキーを押すことによってこのように複製することができます画面左の方このインスペクターが出ていない時は I のマークで出すことができます このの時に、にインスペクターのコーコドに従う、今はオフになっておりますがこれをパラレルという風に選んだら画面の下を見ても分かるとおりこのようにコードが追従します。ただし今まで僕の解説でも少し間違っていましたが Am7D7 のように4和音で 構成される和音の場合は、仮に4つの音を入れてあったとしても追従しません。まだまだこの自動追従においては、改良点もあると思います。ただし、オーディオトラックのコード変換は MIDI よりもうまくいきます。まず聞いてみてください。33小節の a マイナーから再生します。 こんな感じですが、ここのコードを全く違うものに変えます。そして、画面左はユニバーサルで追従させておきます。そうすると、このようになりますし、またここをマイナーに変えてみます。 このようにコードをいつでも変更できますので簡単なバッキングをギターなどで入れておけば違うコードを使ってみようかなというような時にすぐにコードの差し替えができるので作曲をする時にとっても便利です。コードの新たな分析をする時にオーディオトラックでもミディのトラックでもコードを分析することができます。 分析はとっても簡単でその音のブロックをコードトラックにずっと引っ張るだけでこのようにコードが認識されますそしてこれも応用なんですけれども今オーディオを選びましたそれ以外にもこのように全てを選択しましてそして一緒にこのように持ち上げるとさっきとは 違ったコードにここなりましたよねこのようにこのコード分析は例えばピアノのトラックそしてベースのトラックそういうのがあった時に2つ以上の音のブロックを上げることによって全く違ったコードの分析をもう一度最初からやることになりますもう一度戻してみますこのようなコードを割り出したわけですけれどもこの下の トラックと一緒にに上げるととここのようにコードが変わりましたこれもとっても便利な機能ですスタジオワンではマルチインストールメントといって1つのトラックに2つ以上の音源を入れることができますちょっとやってみましょうまずはピアノの音源そしてもう一つは ベースの音源を入れてみます。そうすると、次には結合というのが出てきます。結合すると、このような接続図が出てきます。これは、1つの音を入力すると、2つの音源が鳴るというような設定です。 一つ一つにエフェクトすることもできますしこのようにすれば一つのミディノートで2つの音を鳴らすというようなとっても変わったことができるようになります一つ一つの音の大きさなどもコントロールできますもちろん一つ一つにインサートもできますなかなかこのように使えている人は少ないと思いますけれども このように2つの音源を入れておきますとキーボードを弾くとピアノも鳴ってますしベースも鳴ってますオリジナル性のある音色を自分で作ることができます次はミディトラックにおけるチップスです 右トラックは今はこの水色のトラックこれが表示されていますが左の方のこのメニューを出すとここで表示するトラックを選択することができます下側のトラックも同時に表示したい時はこのように印をつけると2つのトラックができます例えばハーモニーをつける時などに便利ですそしてここでの編集ですけれども今は青いマークが 上にだけいいていますそしてここで青いマークを両方につけるとどちらのトラックも編集したりこのように2つのトラックを同時に編集することもできますし白くしておけば片方はガイドだけになるというこういう使い方もとっても便利です。 そして MIDI トラックでは画面のこの鍵盤のところが幅が小さいと見えにくい時がありますそういう時はコントロールキーを押しながらマウスのホイールを回すとこのように大きくしたり小さくしたりすることができますホイールを回すだけであればこのように上下スクロールしますシフトキーを 押しながらホイールを回すと、このように横スクロールができます。コントロールと shift キーを押しながら、ホイールを回すとこのように拡大縮小できます。拡大縮小はショートカットキーでも使えます。w のキーを押すと縮小 e のキーを押すと拡大になります。ここらは。 とっても便利ですので完璧に覚えてください上の領域のことをアレンジウィンドウと言います下はピアノロールと言います編集ウィンドウとも言いますこれらをシンクロさせるのはこの右のボタンですこれが点灯していないときは上下が全く違う挙動を示しますがこれを選択しておくと 上と下がシンクロします。バージョン5の方から追加された譜面機能もとっても便利ですこのようにすぐに譜面に表示することができます次はミキシングコンソールについてのチップスです左の工具マークを押すとこのようなメニューが出てきますここで入力コントロール というのを押しおくと入力のゲインやフェイズを切り替えることができますこのようにゲインというのはここに入る音の前でボリュームを上げることですそして普通のフェイラーは入ってきてエフェクトなどがかかった後に音量を変更しますチャンネルストリップの方でもう一つの便利な機能は純正のエフェクトの場合 この端の三角のところを押すと展開というのがあります。この展開をするとこのようにイコライザーの場合はイコライザーの状況と例えばコンプレッサーの場合もこのようにコンプレッサーグラフが出てきます。ゲートの場合はどうでしょう。このように視認性がとっても良くなるので試してみてください。 ミキシングコントロールキーを押しながら2つを選択するもしくはシフトキーを押しながら選択するとその区間にあるトラックが全部選択できます今は2つのトラックを選択しましてそれをグループにします グループ名は適当になったトラックは片っぽを動かすと両方同じような動きになりますグループの挙動に対してはここにグループというのが表示されています表示されていない時は画面左の方でこのようにすればグループを出したり消したりすることができます このグループのところで右クリックすると、どんだけのものをグループにして動かすのかというのがあります。今、パンが設定されていませんので、パンは自由に振ることができます。そして、パンも一緒に動くようにチェックを入れると、このように、 パンも同じような挙動をするようになります。しかし、いちいち解除したり、またグループにしたりするのは面倒です。そういう時は alt キーを押しながら片方だけ動かすこともできます。alt キーを離せば、またこのように連動するようになります。全ての動作がそのようになっています。今 alt キーを押しながらやっています。そして。 今 a る時を話しましたら、今度はこのように同じ動きをするようになります。トラックのフェーダーをこのように動かすとき、なるべく細かく動かしたいときは、Shift キーを押しながら動かすと、微妙に0 1ベルずつ動かすことが可能になります。 そしてこのように動かしてあるフェイラーをコントロールキーを押しながらクリックすると初期値の状態に戻りますこれはパンなども一緒です動かしてあってもコントロールキーを押しながらクリックするとセンターに戻りますほとんどのスタジオワンの機能の中でコントロールを押しながらクリックで初期値に戻るというような機能がありますトラックの フェイダーのところの黒いメーターの部分で右クリックをするとこのようにピーク RMS とかプリフェイダーメータリングピークでホールドするこのようなことが設定できます例えばこのトラックですけれどもこのようにピークホールドそのホールドしている長さ何秒間か とというようよなもものを設定すすることもできますピーク RMS 両方ができるとですねより正確なボリューム感が操作できますアレンジウィンドウのトラックはこのようにトラックの幅を 変えたりできます。一気に幅を調整したりするのはどうすればいいでしょうか？それはこの小さなアイコンです。これを選択しますと、このように。大きさを全てのトラックで統一することができます。また、このようにプリセットを選択することができます。 この下のところでは今すてて3つがソロになっていますこういう時にはこの下のところでこのソロボタンを切ると一旦すてクリアになります例えばこのような設定になっている時もミュートの方を選択するとミュートが解除されますそしてもう一度これを選択するとこのように初期の状態に戻すことができます 今日は s t u d i o イ5のプロフェッショナルバージョンで基本的な操作をするのに覚えておいた方がいいような操作方法を少し取りまとめましたまだまだチップスとしては半分もお話しできていませんが少しずつ覚えてなるべく素早い操作ができるようにやってみましょうご視聴ありがとうございました村長でした